タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ造詞毎週木曜日にお送りしておりますタイムリー六本木 TV ラジオ版毎月第二木曜日は朗読番組朗読おとぎ造詞をお送りいたします私 皆様のご案内役を務めます小磯和成ですよろしくお願いいたしますこの番組ではさまざまな文学作品をタイムリーオフィスのメンバーによる朗読でお楽しみいただいております今回のゲストは田所直美さんです田所直美です今日は児童文学作家サネトアキラさんの創作民話 二人文獅を朗読いたします。それではどうぞ。サネとアキラ作、二人文獅。この村の名物はなんといっても二人文獅さ。 ちょうど、もんじゅうという名の実様が、隣合わせに二人もいたから、村の門は間違えねえように、一人はむっつりもんじゅう。もう片っぽは親切もんじゅうと呼んで区別したもんだが、名前はそっくり同じでも、これくらい何から何まであべこべの実様も珍しかったよ。むっつりもんじゅうは、 村一番のあばら屋に住んで朝から晩まで「ごってん」「どってん」とわらをたたいて造りや雪靴や雪帽子なんかを作ってたがあだ名の通り口をきくのが大嫌いでな。何を聞かれたって「あん」とか「うん」とか言うばかり。 暗い土間の奥にずしんと根を生やして、日がない一日、脇見もしないで草履作りにせいだしておった。何しろとっくの昔に、馬様もせがれたちもなくしちまって、身寄りと来たら一人もおらん。だからいくつになっても、働きづめに働かんことには、ごはんが食べられなかったんだ。 さて、隣の親切門獣の実様はというと、こっちは電波だもどっさりあり、せがれたちも評判の働きもんで、実様はのんきに遊んどりゃよかった。ところが人間というやつは、年をとって暇がありすぎると、ろくなことは考えんもんで、この実様は、おら、おっちんだら、極楽さえいけるだべか。 こんなことを日がない一日考えておった。あるときお寺の和尚様が、いいか、人に親切してやらねば極楽さいけね、と説教してたのを聞いて、こら、どうでもこうでも人に親切しなくちゃなんね、と思い込み、 村じゅうをてこてこ歩き回っては「おらーにー親切させろ親切させてけろ!」と振り回るもんだから「親切もんじゅう」とあだ名がついたってわけだだけどこのじっさまの親切はどこか間が抜けておったこのあいだもみそつくりのもへいがかわっぺたでみそだるをあらってたら 親切もんじゅうのじっさまがのこのこやってきて「ほらに親切やらせろ!」とばかりに重たいるにしがみついた「あんじっさま無理したら腰骨痛めるわ」とも平のやつは夢中で止めたんだがじっさまはうんっそらるを持ち上げて「すてん」と足を滑らせた「あらら」と思う間もなく 樽ごと川に落ちてだ。ぼっと樽の底を縫いちまった。<laughs> しくじったい。とじっさまは樽の底から味噌まみれの顔を突き出してのんきに笑ってござったが、茂平の方は大事な樽を壊され、ちまって半べそだ。留め口のところ。では、この爺様に生地薪運びをさせたために。 庭中に焚き木を振りまかれちまって往生したし、菊蔵のおっかは、うっかり赤ん坊の森を頼んだばっかりに、どこかに忘れて来られちまって、おんおん泣きながら半日探して歩くありさまだった。だからしまいには、このじっさまの姿をちらっと見ただけで、わあ出た出たー むらのもんはあわくってにげだしたというからこうなるとこのじっさまのしんせつも化け物のなみだあるときおしょうさまはしんせつもんじゅうのじっさまにいってきかせた「のうもんじゅうじっさましんせつちゅうもんはギーギーかけすみてえにふれあるくもんでね。 人にかくれてこっそりやるもんじゃ。親切もんじゅうは口をとがらせた。だど,うどうもおしょうさま黙ってやったら親切やらただのほにおり仕事やらわからねえでがんす。そったらことを言うからバカにされたり嫌われたりするんじゃ。おまえが親切したかどうかは。 みんな神様がお決めになること。じゃ。チッターお前も隣のむっつりじっさまの真似して黙って親切する癖をつけたらどうかね。親切文殊はさも不思議そうな顔をした。隣の文殊も親切やってるのけ。ただ働いとるだけじゃと思ったよ。 んむらのもんはみんないっとるじゃろがむっつりもんじゅうはくちもおもいがしごともおもいあのじっさまのつくったぞうりはがっしりじょうぶにできてよってふつうのやつの3ばいはながもちするだどうせはくならむっつりじっさまのやつがいいってひとによろこばれたり ありがたがられるような仕事ができる、それも立派な親切注文じゃ。親切問中のおじいさまはむくむが青筋を立てた。自分が村一番の親切なじいさまとうぬぼれていたので、悔しくて情けなくて腹わたがねじ切れそうになった。本当のことを言うと。 となりのじっさまなんかいくつになってもあくせくはたらとるうすのろだとはらん中でばかにしていたのでなおさらだった「親せつくらべにかけたらとなりのじっさまの方がずっと先をいっとる」「おまえももんじゅうならおくれをとらねえようにいっちょけっぱってみるこった」 「おひっ先をいっとる!?親切門」。新雪もんじゅうはのどにだんごがつかえたみたいに目を白黒させたそしてさよならも言わずにおしょうさまに背を向けると尻に火がついたみたいな勢いで走りだした「これであのじっさまもちったおとなしくなるってもんだ。 さまはそのおろ姿を見送りながらにんまり目を細めたのだがずずっっっっどどそれからというもの親切もんじゅうの家からも勇ましくわらをたたく音が聞こえたとなりのむっつりもんじゅうのまねをしてわら仕事を追っ始めたのだがいやもうその熱心なことといったら 本職のむっつりじっさだってとてもかなわんくらいだ。来る日も来る日もどまじゅうわらくずだらけにして、夜も寝ないで造り作りを始めたもんだから、せがれや嫁が心配して、じさま、そんなに働いたら体に毒だ、と腕引っ張って布団に入れようとしたけれど、うるせえ さまの顔のおそろしかったことこのじっさまにしてみればおしょうさまから「となりのもんじゅうのほうが先をいっとるといわれたことがよっぽどくやしかったのだろう」だからどうでもこうでもとなりのじっさまの先をこして極楽に行けるようにしなくちゃなんねと気ばかりあせってあたまん中がメラメラもえ上がりそうだった。 とても草履を編む手を休める気なんか起きないおい聞いたか親切門集のじっさまも草履作りを追っ始めたそうだなとたちまちのうちに村中に噂が広がってぞろぞろわいわい見物人が詰めかけてきた「ごってんどってん!」 とむっつりもんじゅうの家からわらをたたく音が響くと「ずっテンどっテンずっテンどっテン」と親切もんじゅうも負けずにやり返すさすがにむっつりもんじゅうの方は落ち着いたしっかりした音だったが親切もんじゅうと来たら雷様の太鼓みたいに騒々しくてわらをたたいているのやら喧嘩をしているのやらわからなかったおい 実様よむらのもんはおそるおそるしんせつもんじゅのいえのどまをのぞいたするとやまずみになったわらのかげからもんじゅうじっさまのかおがぬーっとあらわれたが物ものもいわずににたっとわらうんだ「おいじっさまってば」。 実様のやつにたぎたっとわらった「おめえ口がききねえようになったか?」とあんなおしゃべりじっさまがきゅうにだまりこくってしまったのでむらのもんはまたびっくりだがほんとうはおしょうさまのいいつけをまもってだまってしんせつしようむっつりじっさまのまねしようと口をきかなかったのだ。 しかしろくすっぽねむっていないまっかなめで物ものもいわずにぎたっとされるとなんだかおにがわらったようにもみえてむらのもんのせすじがすっとつめたくなったどうやらしんせつじさまにゃおにがついたらしいほらもうみたみたすげえめつきでにやりほんとにかぶりつきそうじゃった。 と村中に噂が広がったが肝心の親切門んは指に血豆をこさえながら草履作りに夢中だった「くそっまっ釣れもんなんかに負けてなるもんか」と心の中で怒鳴りながらある日のこと親切門んの家の軒下に どろんとぶらさがったぞうりをみてむらのもんはまたまたきもをつぶした「けえこりゃなんのまじねえだい!」いやもうでかいのなんのってわらしがひるねでもできそうなおばけぞうりでとてもにんげんがはくものだとはおもえなかったなやらおそろしいぞうりでねえかやっぱりじさまにはおにがとりついたんでねえかな。 村の門は仁王様の草履みたいにでっかくておまけに丁寧に仕事をしていないものだからあっちこっちにわらのとげがはみ出しているやつを振りあおいだまるで2匹のひげづらの鬼がじっさまの家の軒先にぶら下がっているみたいで薄気味悪いこのお化け草履のおかげで親切じっさまの家の周りには 黒山の人だかりができたが眺めているばかりで買うやつがおらんぞうりの欲しいもんは化け物ノぞりをよけて通って隣のむっつりじっさまのほうへ行ってしまうんだふーんまけちゃなんねこうなると親切文つもんじゅうはクソ力を吐き出してめちゃくちゃに頑張り始めた。 負けまい負けまいと気が焦るとひとりでに指先に力がこもってへろーっとでっかいお化けぞおりになっちまう自分ではでっかければでっかい分だけ隣のじっさまのより立派だとひとりでうぬぼれていたのだが誰もそう思わないのがめったやたらに悔しかったんだ親切しなきゃ極楽に行けねえ。 そう思うと泣きたいくらい心配になったただもう自分の親切が認められて人にありがたがられた一心でおでこな大筋ばかり増やしながら草履作りに打ち込んだのだが春もまだ浅い名残の雪が降りしきる晩だった親切文集の実様は 相変わらず眠たい。目をこすりこすり。わらたばにしがみついて仕事をしていたが、真夜中を過ぎた頃。ふと家の前が騒がしいのに気づいた。ひゃあありがてえ、どっさり座りがある。でね。えか。こったらやつならおらの足にぴったりだぞ。実様は夢じゃないかと目をこすった。 自分のうりのことを「ありがたいぞうり」なんて言ってくれたのは後にも先にもこれが初めてだったので頭のふたがパッと取れたみたいにウキウキしちまって「よそんなにありがてえのけ」と思わず叫んだ「ありがてえありがてえおらこったらぞうりはねえもんかとあっちゃこっちゃずいぶん探しまわったぞ 表の声の主も心底れしそうだ。そんなら持ってけ。ただでくれてやるから、いくらでも持ってけ。そりゃすまねえな。粋な峰を越すなぎあったけぞおりが何よりだからな。表にいるのは一人や二人ではないらしい。よー。ありがてえ。ありがてえ。 こったら草履をくれるなんてむーんちゅう親切な人間だべ。と寄ってたかって軒先の草履をひったくっているらしいがどんがらでんがら地響きを立ててけたたましい騒ぎだじっさまはこわごわ戸を開けてみた「ふわあああああ表の様子を一目見たとたん じっさまは悲鳴をあげて腰を抜かした。これはなんと軒下のお化け草りに群がっていたのは見るも恐ろしい。鬼たちではないか。じっさまは何か叫びたかったが、喉のとこにつかえちまって魚みたいに口をパクパクやるばかり。あめえかね。この草りを作ってくれたのは。 鬼はそんな実様の様子を青白く輝く瞳でじろじろ眺めておったがやがて一匹の鬼がパチンと手を鳴らして「おらにいい考えが浮かんだいどうで兄弟こったら親切な地位を里に置いとくのはもったいねえおらたちと一緒に連れてくべ」と仲間の鬼に声をかけたら「あんだあんだ」と 鬼の手がいくつもいくつものびてちょいとじっさまをつまみあげた「うわーいおたおたおたすけー!」思いきり手足をジタバタさせたがもうおしまいだっためいめい新しい草竜をはいたおぎのむれはくねくね暴れまわるじっさまをぶら下げて「すんなら山をこすべ!」とゆきのみねめがけて ゆっさゆっさと歩き出したんだと。た、た、助けてくれー。ーとわめき散らす。実様の悲鳴を夜空に残したまんま。親切門重の実様は。今でも地獄の針の山のふもとで。 せっせと鬼の草履を作り続けているそうだたとえ鬼でも親切してりゃ極楽さえいけるかもしれねえ。とそればかり夢みて親切じっさまははたらきづめにはたらいておったがこんなにうでのいいお化け草履づくりの名人を鬼がやすやすと手放したりするだろうか。 地獄の鬼たちと来たら、すっかり親切門従の実様が気にちまってる様子だからなさて、隣に住んでたむっつり門従の実様はというと、一遍も極楽や地獄のことなんか考えずに黙って働き通した。そして、 死ぬまで増履作りにせいだしたあげくあっさり極楽にいっちまったということだタイムリー六本木 TV ラジオ版「朗読おとぎ草子」。 皆様いかがでしたでしょうかこの二人門中の作者のサネトー・アキラさんなんですが昭和10年東京大森生まれの方でございますで2016年の3月にお亡くなりになった方なんですが作品は他にももうたくさんありますのでお金浄瑠りとかカッパの目玉とか生マケンの神様など多くの作品がございますこれからもぜひ皆さん 読んででみてはいかかがでしょうかところでこの私がこの朗読今回参加させていただくのにあたりまして今回の朗読指導をしてくださった山田明節子さんにお声をかけていたただきました他の方はどのぐらいなんでしょうか1ヶ月くらいの私は稽古期間で週に1回ぐらいに見ていただいてたんですけどもなかなかね久しぶりの朗読っていうこともありまして。 この役作りとか軍読は何回か経験があったので一つの役に集中することはできたんですが今回はいろんな人の役を演じながらも語るという朗読だったので、えー、その役作りの部分に非常に苦労いたしました、まあ、でもあの朗読指導のヤムタさんが毎回健康のためにですねパンを焼いてきてくださいまして手作りパン。パンをいただきながら 元気にこの本番を迎えることができました。節子さん、ありがとうございます。そして久しぶりに、今日はディレクション担当の小磯和成さんにも、最終的にはいろんな指導をいただきまして、ありがとうございます。良いリフレッシュになりました。良、えー、い,い機会をいただきまして、ありがとうございました。ぜひまた皆様、お耳にかかりましょう。田所直美でした。 タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎぞうし。今回は田所直美さんによる朗読で、サネとアキラ作二人文字をお送りいたしました。タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎぞうし。今回はここまでです。次回の放送は来月の第二木曜日。 11月12日の予定ですご案内役は小磯一成でしたそれではまたお会いいたしましょう